メガネ全然いいですから。じゃあ始めまーす。じゃあ、そこやる気満々でまた来たそこでチャンケンするかも。はじめー。一応かつて知ってたけどあ、ごめん。撮ってる。あ、撮ってない。しんどいわ。早い。筋力固めすぎたな、さすが。やつがあんなに固まると思わなかった。18が。3人。こっちしかも女の子一人入ってるから。あ、そうだ。正直、ディフェンスはもう、どうしようもない。大丈夫、俺がいるから。一番俺がネックだよ。このチームみたいな。ああ。でも一番得点決めちゃってるから。あの子にお、いいね。おお、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 チャンス、チャンス。お、どこ出してん、あれ目が。おお。ああ、ごめんなさい。ああ、違う、ごめん。ごめんなさい。ごめん。おお。ごめん。写真今日本当1点ぐらい当たんないと。サムスタイブ。せっかく勝ったんだからさ。親指が痛いんだよ、今日。欲しいぐらいだよ、それ。爪が痛い。おーっと。本当に合うな。ないでしょ。剣道が苦手で3、40度ぐらいになる。へい、剣道でもダメじゃないってないの。夏は暑いし、寒いって言うし、臭いし、臭いし、これは女の子でめっちゃくちゃ気にならないで、男と女が分かってる。おお。もうキーパーまで。あらあら。あー欲しい。いや、キーパー悪くないよ。プレーだ。ナイス。そっち1だっけ。おおお、高校生2人はさ、同じチームで合わさったら、うん、それはしょうがないな。そこにあの子も入ってたからそれ強いわ。アフェストがナイス。志麻さんは一番うまいプレイヤーでなくちゃいけないからね。結構パ
パスミスするよ。なんだかんだ言ってパスミスするよ。みんなまだフレッシュな状態やと頭の中で混乱してるから。ここやったら走れるやん。タイムは だいぶ上がってる。これ言えるかったしもいいんじゃない。あ、もうやばい。なんだったらやっぱ申告してもらえない。いや、あるけどね。出すべきだよ。今、手元にはねえけど、バッグの中にあるね。おぉ、うちの高志君がいたらもう余裕で4枚ぐらいもらっちゃうよ。4枚ってか一発レッドでしょ。いや、レッド4枚ですよ。今何分？6分。あと1分。前も面白かった。今もいらんかった。どうすんだよ、やらせて。脳が湧いてるね。あれ、今同点？てか、1点も決めてないんじゃない？どっちも。あれ、今0対0です。よ。今日は足が不調っていうことで。いやスパイク買ったばっかじゃないですか。足痛んだって。おお。ラストワンプレー。あれ、チャンスチャンス。ラストワンプレーだよ。いっちゃいっちゃい。おお。終了。おめでとう。やっぱり。これだよ、インプレッシャーズ。ここに。これだろうか。いや、めっちゃかっこいいんだけど。いや、あれはすっごいね。浅野くんにはあるまじ。